はい、ごきげんようと。ね、中3社会です。統一テストのね、範囲がですね、今度ね、この地方自治のところまで出てくるんですね。それなんで今日はその地方自治のところを見てみました。期末テストね、ここはね、実はね、範囲になってない学校があるんですよ。それなんでね、まあそんなこともあって、まあちょっとやっとこうかということになったわけですね。はい、そこで地方自治やってますとですね、まあよくこの直接請求権というのが出てきます。で、直接請求権っていうのはね、例えばどういうことかっていうと、例えば条例作ってくださいとかね、改廃、つまりね、ちょっと改めたい、廃止したいとか、または議会を解散させたいとかね、解職請求リコールで、例えば、じゃあ市長を辞めさせたいよね、なんていうような時に、私たちがね、この有権者がね、必要な署名数を、まあ、持ってね、あるところに提出することによって、まあ、そういったことがね、まあ、可能になってくるというようなものなんですけれども、っていうところで、まあ、見ていってみようということでした。はい、ではですね、じゃあ必要な署名数がどれだけなのかっていうと、これ有権者のっていうね、有権者のどれだけ、ね、何分の何以上、ね、何分の1以上ということでよく出てきます。はい、例えば条例を作ってくださいとか、あとは監査請求ね、なんていうことになりますと、はい、これがね、50分の1以上、有権者の50分の1以上ですね、の署名数を持って、いくんです。はい、じゃあ対して議会を解散させるとか、または解職請求リコール、ね、その人辞めさせたいよ、ね、いうことですね。そんな時は、はい、3分の1以上、ね、の署名を持っていくということになります。まあ、だから大きく50分の1と3分の1に分かれるわけなんだけれども、まあ、やっぱりこう人の職を失わせてしまうような、ね、議会を解散したり、ね、その辞めさせたい、ね、いうようなことになりますと、やはりより多くの、ね、割合の署名数が必要になってくるのかな。はい、全体の3分の1以上、ね、いうことになるわけですかね。有権者の3分の1以上の署名が必要だと。対して、まあ、そういった人の首とかあまりかかってない、ね、条例作ってくださいっていうのはね、まあ、それが別に大したことじゃないっていうことじゃないんだけれども、まあ、そういったことであれば、まあ、50分の1以上の署名でいいよと、ね、いうことになりますね。数字は50の方がでかいかもしれないけど、割合としては50分の1の方が少ないんですよね。はい、ですので、まあ、条例作ってなんていう時は50分の1以上の署名数が、それから人をちょっとこうね、何か辞めさせたりするっていうね、人の職をね、奪ってしまうような、そんなようなものであれば、より多い3分の1以上の、ね、署名数が必要だということでございました。じゃあそれを持ってどこに行ったらいいんだろう。はい、そしたらですね、まずじゃあ条例をね、制定作ってくださいよ、廃止してくださいよ、なんていうことになれば、やっぱりその条例っていうのは、例えば太田市ですとか群馬県とかっていうね、いう条例になりますから、その県なら県の、ね、市なら市の、まあ、いわゆるトップの人、はい、群馬県知事ですとか太田市長のところに持っていくわけですね。はい、ということで、そういった人をひっくるめましてですね、はい、首長というんですね。首長です、首長ね。ということで、首長と、ね、いうふうに言っていくんだ。ね、はい、50分の1以上の署名を持ち、首長に対して請求するということになります。監査請求はっていうことになると、まあ、これはそのままね、監査委員ということでね、その監査委員さんがいますからね、監査委員のところでということに持っていくということになっていくということになりますな。じゃあ次です。議会を解散したい、ね、またはね、誰かそのね、じゃあ知事さんを辞めさせたい、そんなような、ね、解職請求、ね、したいということであれば、3分の1以上の署名を持って有権者のね、はい、どこ行こう、ね、いうことになるので、はい、これはね、どちらもなんですけど、まあ、要は議会解散したりね、例えば議員さんがね、1人いなくなったとなれば、やっぱりその後また選挙を行ったりするっていうことにも、まあ、なりますよね。はい、ということから、はいね、まあ、ということからね、選挙管理委員会ですね。はい、選挙管理委員会ね、選挙管理、委員会に対して請求をすると、ね、いうことになってくるということでございましたね。まあ、選挙絡まりなんで選挙管理委員会、まあ、この辺もまあ比較的覚えやすいんじゃないかな、なんていうふうに思うところではございます。さあ、そしてですね、まあ、こちらに関しては、ただただ3分の1以上で、ね、選挙管理委員会に請求するだけではいかんで、実はもう1回ちょっとね、一手間踏むんですよ。住民投票、我々住民投票ですね、私たちの住民投票を行って、その結果、はい、その結果、有効投票の、はい、有効投票の過半数、過半数ですね、過半数、有効投票の過半数、はい、この過半数の
意があれば、はい、これが、ね、例えば、解職請求であれば解職されると、解散請求であれば解散されるというふうになってくるということでございました。なんかね、なんか今までですとね、例えば50分の1以上で、3分の1以上で、どこに請求しましょうで終わってきたんだけど、ちょっと最近になって、プラスこのね、住民投票を行って、有効投票の過半数で、なんていうことも聞かれてくるようになってきたね。ということなんで、まあ、こういう辺までもね、追加してね、知識の中には入れておきたいね、ということでございました。ということでした。ということで、まあ、今日は地方自治ということでね、この直接請求権に関しましてちょっと見てみたよということでございましたですね。また次回はね、ちょっと違うところを見てみたいよと思ってはおります。ではまた。